俺段取り間違えちゃって、はい、今日実はね、Zoom で来てたんですよ。そう、おすごい、本当に皆さんね、これはびっくりしますよね。はい、ありがたいですね。こういう時代がなかったら、ね、こういうことが起きなかったっていう、はい、とんでもない映画ができてますけどね、どんどんこれから増えていきますよね。はい、あとでちょっと皆さんにもね、ちょっと一声もらいたいというコーナーもありますんでね。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでね、阿部君、はい、この自粛期間なかったけど、はい、何をしてたんですか、その2ヶ月ぐらい。めちゃくちゃ走ったりとかですね、歌書いたりとか、あとめっちゃギター練習してました。でも有意義だったんですね。そうですね、なんか有意義にしないと、なんか無駄にはできないな、じゃないですけど、うん、でももう、あれですね、そんなこと言いながらゲームばっかりしてたっていう自分もいるんですけど、はい、はい、吉田君はこの自粛期間どうしたんですか？私はゲームして猫に遊んでもらって、ゲームしてたまに歌って、ゲームして終わりあー、なるほどねあ、ちょっとここでね、暗くなったんで、はい、ね、ちょっと皆さんのこれ声を聞くということで、うん、いいのかな、よろしい、はい、いいと思います。ちょっとここでZoom の皆さんの音声をオンにしますんで、いいですか、いきますよ。皆さん、元気ですか？お、出ない。イエーイ。あ、すごい、もう、Zoom の宮。もっと皆さん、声を大きく上げて。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、おとなしいな。ちょっとラグがあるんですよね、きっとね。そうか。あれ、今、オン入ってますか？入ってる。まあいいや、まあ、とにかく。まあいいや。よくないでしょう。いや、いろんな人いるよね。ありがたいですね、本当。ありがとうございます。いや、ね。あやのちゃんスクリーンデビューおめでとうとか。本当だ。どうですか？いろいろ。おー、見に行けない。あ、ありがとうございます。ここにありますね。なんか背景をバックにね、映画のスチールにしてくれるグリーンバックの人です。あ、本当だ。金髪の、はい、いやーね、面白いというか、なんていうかね、時代ですね。これ何人ぐらい来てんだろうね、これね。今ここに参加者72人とは書いてますけどね。あ、ということなのかね。はい、はい、ね、もっともっと来てほしいけどね。はい、はい、あそこで全員のあれが分かるのか。そうですね、でもなんかズームってなんか人数決まってるんですよね、確か。この会議ができる。あ、そうなの。はい、確か。すごいズームやってる人なんで。ズームで、ズーム飲みもやってるの？ズーム飲みもやりましたね。ああ。はい。ああ。でも、良くないですね、あれは。本当に、営業の閉店時間とかが全くないんで、もう気づいたら朝4時とか5時とか飲みすぎちゃうと。飲みすぎちゃうのね。はい、あるんで、ああ、早々にやめました、僕は。なるほどね。はい。はい、まあ、それね、この映画なんだけどさ、はい、この企画ね、はい、聞いたとき、ね、どう思ったんですか、この脚本送ったんだけど、いきなり。そうですね、まあ、なんでこれ、なんだこれは、どういうあれだっていうのと、あれ、僕でいいのかなっていうのを思いましたね。あ、はい、吉田君はこの脚本を見たとき、どう思ったんですか？なんだろう。え、これは、この後こうなるんだっていう、意外な感じがありましたね。なんでこうなるんだろう、なんでその発想になったんだろう、みたいな。うん、なんか、君はこの、なんか公式ページでさ、はい、私が出てみたいタイプの映画だったとか書いてるんだけどさ。はい。この映画あるわけないだろう。戦う気をやりたかったんですよ。なんかこう、でっかい。ああ、はいはいはい。あ、何かと、うん。何かとね。それがたまたまこの、お三方だったっていう。ねえ、上田君はこの映画でね、はい、まあ、一応地球防衛軍なんだけど、はい、まあ、前半寿司屋もそこでなんか、はい、ボーリング場のね、あ、これネタバレしちゃいけないんだ、まだ。そうなんですよ。これから見るんだ。これから見られるんですよ。ごめんごめん。はい、まだでもボーリング場のなんかなんて別に大した情報じゃないんで大丈夫です。はい、この映画ね、最後にとんでもないことが起きるんでね、はい、皆さん怒らないようにしてほしいんですけどね。はい、あやのちゃん、このね、映画でこう地球防衛の隊員だったんですけども、はい、撮影の時、どうだったんですか？なんだろう。でも、見えないものと戦う大変さをすごい思い知りましたね。だから、怪獣とかいないもんね。そう。うん
どこにいるんだろうと思いながら。だからサイズ感とかもね、どれぐらいの高さでっていうのをね、監督のディレクションいただいてみたいな。まあ、本当ね、申し訳ないことやらしかったね。楽しかったですよ、すごく。ああ、そう。まあ、これね、この映画で怪獣食べちゃうんだけどさ、はい。一回取ったことカニを食べることになるんですよ、これから。そうなんですよ。ね、食べるシーンも出てくるんだけど、はい、プライベートでは何が好きなんですか、上田君は。この3つの中でイカタコカニだと。高いカニがいいですね。高いカニがいい。はい、やっぱ美味しいんで。はい、無口になっちゃうね。そうですね。はい。これがでも、カニがちょっと重要な位置になってくるんでね、うん、そこを見てください。はい。カニは強いなってことなんですよね。で、吉田君は、このイカタコカニの中、どれがいいのか。私はイカ、ちょっと、カニです。あんたもカニかい。昨日カニ食べました。なるほど。はい。撮影、これね、去年のね、夏やったよね。9月前ですかね。ねえ、はい。撮影で、なんか、上田くんはさ、なんか、あったなんか。あ、でもなんかその撮影してた場所とかが、うん、もう本当にその築地のあたりだったりとか、あと僕は競技場で撮影シーンみたいなのはすごい結構、暑くて、なんか動き回ってたんで、すごい動き回るんですよ、これから。戦うもんで、うん。はい。なんかそれはすごい楽しかったですね。うん、暑くなりましたね。やっぱ男としては。うん、はい。吉田くんはね、乃木坂の時にね、こんな仕事来るとは思わないでしょうね。思わなかったですね。その格好は乗り絶対しないよ、ね。その格好で走り回ったってどうでした？なんでしょうね。でも普段、インドアで走ることもないので、久々に動けたみたいな。なるほどね。はい、まあ、それでね、この映画だからね、私というね、この台本に書いてあったんですけど、はい、私という男はどう思うのかなっていう質問があったんですけどね。どう思ってんですか、俺のことは。本当バカだと思ってるでしょ。いや、そんなことないんですよ。そんなことないんですけれど。いや、やはりあれですね。言葉って難しいなって思うんですけど、でも天才とね、変人は神一人と言いますか。っていうふうに思っております。うまい。ね。吉田君も本当俺のことはね、なんか、わけわかんないおっさんだと思ったんですけど。どう思ってます？ね。すごい発想が豊か多分普通の人じゃそう考えられないような考え方が頭にポンポンっていっぱいあるんだろうなって。こっちは43年もやってるんですよ、これ。パンフレットに書いてありますから、なんでこの映画を撮る理由になったかとかね。はい。ぜひぜひ。じゃあ、そろそろですね、ちょっとマスコミの方の写真撮影の時間なんですけども、はい、今回ね、ソーシャルディスタンスなんで、うん、普通ね、こう集合して撮るんだけど、なぜか単体で撮るというですね。この立ち位置の。この立ち位置で。はい。わけのわからないことになりますんで。フェイスガードもつけたまま。じゃあ、二人ともちょっとポーズお願いします。はい。じゃあ、感じてから、はい、どっちからか。じゃあ、一人ずつ、はい、映画のかっこいいポーズかなんか、適当に。うん。そうそう。はいはい。はい、適当でいいんですか。適当っていうか、まあ、かっこいい感じで。これも前代未聞だよね。そうですね。ねえ。まさかね、2ヶ月前はこんなこと起きてるとは思わなかったです。ね、ちょっと現実が映画を超えちゃったんでね、こっちも苦しいんですけどね。はい、大丈夫ですか？はい、じゃあ、ね。はい、じゃあ、リクエストください。はい、じゃあ、吉田君。このサンバイザーがね、ちょっと反射しちゃうんで、俺はいいよ、絶対カットするよ。俺は死んだとしっかりポーズ取ってるじゃないですか。はいはい、単独でね、はい。はい。もう、それね、大変に出ると思いますんで。これだから、フェイスガードしてるからね、撮影テカっちゃうんでね、ちょっとカメラの方難しいと思うんですけどね、これからはね。はい。よろしいですか？はい。はい、上手指紋隊の方、声出してくださいね。取り手の方から。そうそう、その感じ、その感じね。かっこいい感じ。はい。よろしい？はい、よろしいですかね。はい。そして今日なんとテレビが入ってるってことなんですよ。あ、恐ろしいことに。そうなんですか？
使われない気もしますけど、一応やっておきましょう。よろしいですか。あ、じゃあ、頑張ってますって感じですね。いや、わかんないですっていう、この舞台挨拶。ソーシャルディスタンス舞台挨拶、世界初の。いや、世界初かもしれないですよね、本当に。わかんないよね、これね。こんなの、こっち亀のね、日暮らしがね、起きてきたら、結構笑ってる、受けてすごいですね。どう思うんだっすか。ちょっと手を広げて、距離を見せてもらってもいいですか。あ、感じですか。2メートル、2メートル。何なんだ、これ。もう知りたいよ、もう。早く濃厚接触したいよ、俺は。だからもう。俺は歌舞伎町行くからね、もう。本当困った。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。じゃあ、こういうね、いいねも取れたということで、明日の歌舞伎メディア楽しみにしましょう。はい。よろしくお願いします。ちょっとここで、また、ズームにね、はい、見てくると皆さんの絵が出るという感じになると思うんですけどね、まだ出ないかな。うん。今の会話も全部ね、見てくださるってことですね。はい。ここでもう一回、これ、音を出していいってことね。あ、そうだ。うん。これでちょっと皆さんの音を出しつつ皆さんの話で言ったんだけど、うん、最後に一言、上田君。はい。皆さんに、締めの言葉をお願いします。はい、わかりました。本日はご来場いただきましてありがとうございます。はい。これから見られる方ということで、ネタバレを控えてのトークとなったんですけれども、もう本当にこの作品、足を運んでいただいてですね、なんか、何見に来たんだっていうふうに逆に思ってもらえるぐらい、バカが突き抜けてる映画でございまして、でもやってる側は一生懸命熱く演じて戦わせていただきました。はい、そんな姿をたくさん見ていただいてですね、タコやらイカやら海鮮を食べていただければなと思います。楽しんでいってください。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとう。じゃあ吉田君、最後の一人お願いします。本日はこうやって会場までお越しいただいて、で画面越しでこう見に来てくださって本当にありがとうございます。無事公開を迎えることができて私もすごく嬉しく思っておりますので、たくさん笑ってたくさん食べて、また気が向いたら見に来ていただければなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、これから予告編が始まるんですけどね、すごい真面目なね、哲学的な欲が入るんですよ。はい、その後すごいトンチキなズンドコの映画で、その落差を感じてください。はい、で私はね、もう43年もこういうことやってるんでね、で現実がね、もう超えちゃったので映画を、うん、すごいやりにくいんですけど、やっぱり映画は映画館で見て初めて映画になるんでね、やっぱりね、これから何があってもちょっと、ね、頑張っていくしかないんで、うん、ね、皆さんその映画の対する応援を一つよろしくお願いします。ということで、どうも今日はこれから楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後にズームの皆さんにもちょっと声を参加してもらってね。はい。はい、声、はい、ありますかね。まだね。でもずっとご覧いただいてたんですもんね。うんうんうん。ありがとうございました、皆さん。この後またちょっとね、アフタートークみたいなのあるんですよね。はい。うん、見てるんですよね。あれ、吉田君はもうズームで、ね、はい、ズームやってんの？やった？いろいろ。グループでこうダンスを、うん、ダンスの先生に教えてもらったりして、あっていう使い方をしてますね、普段。ズームのお見合いしてたの？そうですね。なんか仲いい人でお酒を飲める年の子があまりいないので、あ、なんかもう普通に電話だけで終わらせちゃいます。上田君、酔っ払いなんでしょ。酔っ払いってこともないんですけど、そうですね、でも、ズームの宮は本当、飲みすぎちゃうんで、気をつけてくださいね、皆さん、本当。はい、まだ繋がんないかな。繋がる声。お声が聞こえてますよね、やっぱり。声出していい？あ、まだか。お、あ、聞こえてる。あ、誰だ、俺を呼んだの。ありがとう。あ、嬉しいですね。もっと声出してみて。大家さんから事情来ない程度で大丈夫なんで。すみません。あ、すごい。みんなの顔見たいのに、みんなはこっち見てほしいんですよね。本当は。
ありがとうございます。こういう時代ですよね、うん、これをこっちの日暮らしに見せてやりたかった2回言うてみた。こっちは終わったからね。ありがとうございます。じゃあこれでね、あの皆さん声出して、じゃあね、ズームの皆さんありがとうということで、うん、これで皆さん退場となりますので、はい、この後映画です。僕が肉付いて84分なんでね、はい、もうあっという間終わりますから我慢してください。ヒューソンネコカミの歌またいいんだよね。ね、しないからね。そうですね、素敵ですね。はい、じゃあ、そういうことで、ズームの皆さん、声出せんのかな、これで。ね、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。出る？出して。6秒後ぐらいにくれないですかね。出ますか？あ、来た来た。ありがとうございます。ありがとう、ズームの皆さん、ありがとう。ありがとうございます。ああ、来た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 。うん。面白いね。ありがとうございます。はい。じゃあどうも、ありがとうございました。じゃあ、映画ごゆっくりご覧ください。どうもありがとうございました。